どうもゼノプロです。よろしくお願いいたします。しょっす届きましたよ。続いてとワンダーランドコラボの GU のパジャマのやつ。前ね、GU コラボのポケモンの T シャツ、売り切れ早いし、サバ落ちするし、めちゃめちゃ大変だったじゃん。今回やっぱツイステってなると、女の子たち殺到すると思ったから、深夜の0時から待機してたの。その時の様子をまず見てもらおうと思う。はい。いつもより可愛い姿でお届けしようと思うんですが、なんとツイステの GU とのコラボ商品が出るということで、予約戦争に勝ちたいと思います。今日はツイステのアニメ化が発表された次の日だから、ツイステ熱が再熱した人たちが調べて見つけて購入するみたいな、そういうところもあるかもしれないから、激戦区になることを予想されてます。販売はあと30秒後。私の狙いはサバナクロのパジャマ、このパレットとディアソのパジャマです。でね、今これツイステって調べたページで出てきたから、まだね販売はされてないんだけど、あと5秒で販売されるはず。ちょっとサバだから待機しとこう。これあ、やばいやばい、なった。これ更新したらいけるのかな。販売されてない。もう一回調べてみるか。該当する商品がございません。まずい。こういう時はみんな急いでツイッターを調べるんだよ。ツイステ GU 最新。いや、まだ発売されてない。なんだって、朝5時かららしい。嘘でしょ、あと5時間起きてなきゃいけないの。やばすぎ。とりあえず大型ストアっていうの、富山県が該当してるのかっていうのだけとりあえず調べよっか。あれ、富山で販売されない。はい、4時59分の世界戦に来ました。以前ね、ポケモンの GU コラボ戦争の時、この時間帯にねツイッター調べたら、もうほとんどの人が待機してたんだけど、今日はね待機2人しか見かけなかったので、平日ってこともあるし、私絶対いけると思うんだよね。今日は余裕100買える。あ、来た。5時、行くよ。嘘でしょ。え、買えない。5時から6時に、順次に、順次にって言葉便利だね。あ、来た。あ、順次だ。あ、来た。やば。え、これもしかしてさ、一個ずつ置かれてる感じ。え、そんなことあんの。変えてる。カートのやつだけ先会計しとくか。パジャマが買えない。あ、来た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 、変えた。パジャマ変えた。一瞬表示されるやつだけを押せば変えるってことだ。これ更新し続けて気持ちが勝った人の勝利じゃん。え、マジで運ってこと。感じで勝ち取れたわけなんだけど、どうやら次の日にアプリを見たところ、めっちゃ残ってた。まあでも届いたのでね、今回はこちらをね紹介していきたいと思います。はい。じゃあまず1着目。大丈夫、下着とか入ってないよな。下着あってもまあ紹介するよ、 YouTuber だから。なんとこれ1着だけ入って、この段ボール資源も豪華に使っていく。じゃじゃーん、サバナクロイメージのパジャマです。せっかくだから今日着ちゃおうかな。あ、いいじゃん。じゃあポテちゃん、私着替えてる間にツイステ3章の感想言っといて。あー、まあ山椒が効いたうなぎを食べるとか可愛かったね。まず1着目こちら、バッ。おー、え、めっちゃいいじゃん。なんかぴったりだった。カレパジャ感あるやん。え、ほんと？男性っぽいから。まあだから今回そんな女の子向けって感じで作られてないから売れ残ってたのかもしれない。そうだね。ここにサバナクロの紋章があります。おー、そして背中にナイトレイブンカレッジ。あ、ほんまや。着心地としては毛玉がいっぱいつきそうなパジャマ。もうオフ感すごいね。確かに今日このまま撮影終わりそうだもん。もう寝ちゃいたい、このまま。化粧一番疲れるもん。というわけで2着目。私がねサバナ買うってなったらあれも買うでしょ、うん、かわいい。これかわいい感じする。黒、緑、紫、なんともディアソっぽい感じね。パッ。おー、え、こっちの方が可
可愛い。本当？ちょっと上品な感じするわ。なんとこちらの服には仕掛けがあって、はい、ナイトレイブチャレンジいつも通りのやつ。はい、こんな感じです。なるほどね。妖精子宮のパジャマって考えたらめっちゃ良くない？やば、あんた天才やん。ありそうやん。あんた夢女子になりな今は洋服で寝てんのよみんな多分だけど。ああ、ガチガチで痛くて寝れねえじゃん。なんなんネグレクトまであるちょっとこっち向いてベイビーのなんて言わせないわ。見せる気ないだろ別にというわけで最後こちら大物。え、キモ、キモすぎ、クセ強じゃじゃん、サバナクロイメージのマルチパレットです。え、めっちゃ色いい、可愛いんだけど。こんな感じ、なんか無難に使えそうな茶色系が入ってます。いいな、めっちゃ可愛い。これがマイクですいいな。これサバナだからこの色なの？そうそうそう。他の色はやっぱりいかつい色してたから、まあ、緑とか入るとたまったもんじゃないしね。まあ、カーキとかはね使う人いるっぽいんだけど、私はちょっと緑似合わないから買わなかったんだけど、サバナはやっぱねベースがオレンジだから、すごい多分作りやすいんだと思う。そうね、めっちゃ可愛いこれ。なんと、制作元は大阪です。何だけどね、こちらがねめちゃめちゃ可愛いものだったからちょっと来てくるね。ツイステ5章の感想をお願いいたします。5章はい、フルカスタムで着替えてきました。はい、えほえほじゃんじゃかじゃん。え、グリムこれグリムこれスヌーピースヌーピーこれはね、もうついでに買ったシリーズ。あ、そうなんだ。うん、なんか3点だけだったらあれかなと思ってあの猫ちゃんスリッパとともに。かわいい、これめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。これだったらね、外出れるわ私。いや多分そっちの方がハードル一般的には高い。うん、可愛いねこれ。中にもね一応着てて、あの有名な作品なんだけど、なになに、なんでこれが売れ残ってたのか私にはよくわかんない、はい、じゃじゃんねずこねずこ可愛くないこれめっちゃ可愛くない？可愛い。290円くらいで売ってたの。なんて書いてある？これ Humans are the bee。 彼女は鬼になったけど人の心はありますだと思う。違う。どうですか皆さん、翻訳してください。うん、ここでもなんかすごいね破れてた。あら、ここあらこんな破れて届いてたから多分それで安いんじゃないかな。なるほどね、不良品なんだ。あ、そう、不良品だったなんだこのゆるいチャンネル皆さんはツイステコラボとこの鬼滅コラボのグッズ買われましたか？もし私も買ったよっていう人がいたらお揃いしましょうね。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。この動画に少しでも頑張ったのにねと思っていただけたらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。概要欄ズッポングッズの全般のテーマ曲アイドルのリンクあると思うので、もうポトを咎めてこの動画終わるのやめましょう過去の自分を